ではでは皆様宴イベント楽しみましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかまた頼むよ。あーせーす。バイキーお名前です。バイキーお名前いただきました。カプラさん、いいんだ、いいんだ、最初は言う、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい、おぉ、ありがとうございます。気持ちいいっすね、気持ちいいですね。気持ちいい。そう、今回はね、インスタグラムで有名な松キャンプさんと松キャンプさんとコジ夫婦さん主催の宴というキャンプイベントに来ております。イエーイ。で、設営完了したので、ま、えシルクスクリーンやってるんですよね。そう、シルクスクリーンで12時からもうあれがあるから、開会式があるから、もう11時40分やね。行きましょう、シルクスクリーン。すぐ行こう、急いで行きましょう。行こう。ハイキアオチャンネル。はい、ハイキア。覚えてもらえた。いや、そらもうそらそうですよ。シロ大丈夫ですか。ハイキアオチャンネル様、はい、ありがとうございます、はいはい、お願いします。すいません、お名前お伺いします。受付しました。ちょっとほんで、マッチ君のお疲れ生ジョッキ買おうかな思って、ちょっと財布持ってきました。はい、それで乾杯しようかな思って、歌って買います。ちょうどあるわ。あー、さすが。ちょうどあるわ。すいません、ありがとうございます。スタートで乾杯を。これで乾杯します。ありがとうございます。ファイティア、ファイティ、ファイティアオさん。なかなかスパッと言われへん名前です、いません。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。から挨拶を、伊勢さんです。こんにちは。超有名、あの写真家さんの。よろしくお願いします。各自、飲み物いつもね、パパさんと一緒にかっこええな、写真。ちょっとよりそっちからが。で、タープの下にビールサーバーと酎ハイ、あとソフトドリンク用意してますが、それは2回目からということで、フリー素材なんで、最初は各自ドリンク。フリー素材ですか。何でもいいですか、トラッシュ。ブランド全部教えます。うわ、じゃあ後で後ほどゆっくり見させてもらっていいですか。はい、写真もいっぱい撮ってください。もう受け放題で。はい。うわ、嬉しい。ありがとうございます。よろしくお願いします。嬉しい。嬉しい。めっちゃいい人やねんけど。お疲れ生でした。ジョッキー購入しました。これで今から乾杯しに行くんですよね。そう、なんか生ビールが飲めるらしくて、やばいな。ちょっといっぱいやっちゃおうかな思います。やろうやろう、行きましょう、行きましょう。お疲れ生でした。まだ早い、これからやけど。めっちゃ撮られて、え、めっちゃ緊張する。一斉さんが撮ってくれてる。撮ります。あ、いいっすね。あ、これっすね。やばいやばい。コウジ君、あれ、コウジ君、あ、いい感じです。はい、今日はお集まりいただいてありがとうございます。ありがとうございます。わ、天候にはちょっと恵まれすぎなぐらいあったかいんですけど、まあ、こうやってちょっと関西、キャンパーの方でいろいろ盛り上げていけたらなと思うので、今日は、ぜひ楽しんでいってください。お願いします。はい、じゃあちょっとここでメンバー紹介、ちょっとみんな乾杯したいと思うんですけど、メンバー紹介だけさせていただきます。はい、僕はコジ夫婦のコジです。よろしくお願いします。コジ夫婦のパリです。よろしくお願いします。魚とキャンプの魚です。よろしくお願いします。あらまがす。
ミトノア夫婦のノアとみのりです。よろしくお願いします。ありがとうございます。楽しそう。キャンプギアオタクキャニーです。よろしくお願いします。はい、コーヒー入れてるカワウソです。明日の朝8時ぐらいからコーヒー入れてると思うんで、もしよかったら飲みに来てください。お願いします。アウトゴリラのゴリです。よろしくお願いします。カメラマンの一斉です。よろしくお願いします。すいません、インスタグラムでズボラ飯発信している松と言います。今日はよろしくお願いします。あ、真ん中で。じゃあちょっと手短に、お酒飲んで楽しむ反面、ちょっとお酒の粗相だけないように皆様いい具合にセーブして理性保って楽しみましょう。俺か。はい、ではちょっとおなじみの乾杯温度があるのでご協力お願いいたします。ではでは皆様宴イベント楽しみましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。昼からこんなんいい？めっちゃうまい。お疲れな。今からやけどね。いや、お疲れじゃないです。今から生です。今から生です。ありがとうございます。ではでは、これからの YouTube おファイティアオ生です。ファイティアオ生です。ファイティアオ生いただきました。概要欄こちらです。よろしくお願いします。分かってる。誰なんか知らんな。出ても大丈夫。水平の方がいいですね。水平の方がいい。うん。ではでは、今日は宴を盛り上げて、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。最高。最高。うまい。強いんですね。いろんなシャンポンせんかったら全然いけますね。シャンポンしたらちょっときついですけど。やばいやん。すごい。これはジュースとかビールかとか言って足をこうなってる。おーい。一回一回ないです。みんなお疲れーって終わるかもしれないですよね。ちょっと後ろから。お疲れ様です。ありがとうございます。松原さん、下でボックスのご飯を炊く動画をブックを上げていく予定です。サクと申します。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですね。いや初めて見る。グラム初めて。はあ、え、うわすごい気持ちいい。こう。へえ。うわすごいすごい。馴染ませる感じで。いい感じ。こっち半分。あ、え、気持ちいいこれ。まっすぐ。どうぞ。やあ。おお。誰や話した。すいません。誰や。全員話した。おお。え、綺麗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 。やった。このまま。このまま、はい、当たらないようにだけ。これこういう感じになっちゃうんで気をつけて。全然はい。ママ。はい、ママも来てみたいな、うん。これちょっと下すぎひんくない？シルクスクリーン下すぎひんくない？ちょっと。可愛くない？可愛い。でも一番綺麗にできたね、それ。いやでも場所はな、ちょっと間違えた。場所間違え。いや、でもそっからこの辺のプリントが入りやすい。ああ、逆にあえてプリントは？
あえてプリントはしたっていう。可愛いと思う。やっぱビール飲んだらお腹に行くやんか。そうやな。お腹に行くでどうぞ。どん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 お腹出していかなあかんな。ああ、そうそう。最終こうなるぐらい。これいいやん。可愛い可愛い。ありがとう。思い出。これさ、あったんかね、パパが見てた。自分時間。じゃあペンと書いとくね。書いとくね。どうでしょうか。スパゲティ。外したら後ろの人に当たる。いいじゃないですか。ヴィンテージか。出てる。オンリーワン。なんか新鮮やわ、こういう服はあんまり着ひん。まあ、オンリーワンっすね。今からじゃんけん大会始まるから、ちょっと命がけで命がけで命削っていこうぜ。これにかけるわ、私は。頑張りましょう。はい、まずは、今回協賛していただいている商品の説明をキャンニーとアウトゴリラさんのゴリさんから紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。エントリーナンバーワン、カズミアウトドア、イグニスデザイングリドル、イエイ。はい、続きまして僕が愛用しているキャンプ調味料なんですけども、 M 京都モールウェイウェイですね。YouTube ドラマ「親父キャンプ飯」と京都のグルメ雑誌リーフのコラボで誕生したオリジナル万能調味料です。僕も使ってるんですが、これは本格的な中華が味わえる調味料になっております。エントリーナンバー3、井桁金網メスティンフライヤー、イエーイ。メスティンにぴったり入るこちらの商品、気軽に揚げ物が楽しめちゃいます。金網職人さんが一つ一つ手作りしているので、ぜひ当てちゃってください。あ、どうも皆さんこんにちは。顔が赤いのは日焼けのせいです。今回僕は、焚き火台とランタンシェードと蚊取り線香立てを、プレゼント景品に協賛させていただきました。まあ、なんか独特なデザインでやってます。皆さんまだよろしくお願いします。こんにちは、ファットキャンプキッチンです。今日共感させていただいた、スパイスのキットですが、具材を炒めてこの、スパイスを入れるだけで簡単に、スパイスカレーが4杯分作れるよっていうキットです。お家でもキャンプでも簡単に作れますので、ぜひ、皆さん試してみてください。じゃあ今日は一日楽しんでください。ありがとうございました。はい、じゃあエントリーナンバー7、ホテルキャンプス、ツーウェイホールディングコット、アウトドアの眠りに特化したキャンプブランドで、コットやマットを中心にキャンプで最適な眠りを提供するアイテムになっております。ブランドはサコッシュとかもありますので、ぜひまたネットで見てみてください。ありがとうございます。はい、7種、はい、すごいラインナップやな。そうだっプレゼン。すごいな、ほんまな。うん。まあ、子供たちに頑張ってもらおう。いけますか。買った人のみ残ってください。はい、ターンしますね。最初はグー、じゃんけんぽい。おい、誰や、逆に座ったやつ。誰や。俺のことを信じてないやつは、ごまもちさん座ってありますね。硬さへんで、いやいや、最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。よいしょー、いいおじさんたちやった。おめでとうございます。一言いただきましょうかね。優しい。おいくつですか。11歳です。11歳。僕と同い年。何かありますか。僕と同い年です。よいしょ。キャンプは好きですか。
普通、ありがとうございます。大きな拍手、ありがとうございます。ちょっとね、皆さんにサプライズということで協賛いただいた方がまたいらっしゃいました。貸してな。コーヒー豆で、はい、で、ちょっとチャオッペで、アウトドアコーヒーで、今日来ていただいてるパイティアオチャンネルYouTuber の方、あ、手振ってくださってます。ありがとうございます、ありがとうございます。の方から、こちらね、すごくユニークな、ただのコーヒー豆じゃないんです。トントンコーヒーといって、これ、なんと、ハンマーで叩いてコーヒー作っちゃうっていうね、かなり面白い商品いただきましたので、こちら、2つずつ10名。はい、なんと飛び入りで参加していただきましたので、皆さんこちらもじゃんけんでいきたいと思います。はい、お願いします。そしたらよろしくお願いします。はい、じゃあじゃんけん最初はグーでいただきます。最初はグーじゃんけん、はい、チョキでした。いや、よかったっすね。じゃんけん大会の景品にしたから、多分だいぶ宣伝やったと思います。いっぺちゃんやったで。頑張りました、ママさん。頑張った。ちょっと緊張した。あんばい、あんばいって、じゃんけん全員とすることになるなんて。あんばいさん。あ、はい、あんばいソース。あんばいソースいただきました。味噌ポン、ニンニクミックス、楽しみ。これもちょっと明日のちゃんちゃん焼きに使いましょう。使ってみよう。じゃあちょっとゆっくりする。始まりましたね。うわ、あ、ね、もうだ、ブラックスミスの G なんだ。そうやね。ちょっと心臓取ったから、父ちゃんがもう下がろうって。でかいのいかついな。焚き火シートもあれですよ。トーパスト、ごめん、言い過ぎた。強かった、強かった。エミ、乾杯やっていいの？え、ごめん、これ切り方が俺が、お疲れ様です。ストーリー、こんなに出て大丈夫なんですか？大丈夫、大丈夫、大丈夫。フォロワー減りません。ちゃんとマッツくん、マッツくん上げとこな。あ、いい顔した。そうそうそう、爽やか振りましょう。あ、爽やか、考察の人やな。考察、考察、アウトロー魂が消え。考察すぐする人やな。すぐする言うてたもんな、さっき。で、マッツくんってね、結構トークすごい。やっぱり持って行き方が、マツさんはこの叫び台コラボのいるって。ブレイキングダウン、ブレイキングダウン。僕ね、いや、行けってかっこいい。ちっちゃいとゾロさん、どうですか、ね、最高やね。第1回だけ、2回目も3回目も応募し続けます。Thank you.
チーズ。笑顔をいただけると、すげえ嬉しいです。